大乱闘スマッシュブラザーズは相手を攻撃してステージの外へ吹っ飛ばす対戦型アクション。ダメージがたまるほどより遠くへ吹っ飛びやすくなる。吹っ飛ばされても諦めるにはまだ早い。ジャンプや技を使ってステージに戻れば戦いは続く。攻めて攻めて時々守って回避して、攻めて攻めて復帰して相手を外へ吹っ飛ばす。大画面でも携帯モードでもいろんなスタイルで最大8人の大乱闘。ゲームシリーズの垣根を越えてファイターたちが大集結。マリオシリーズやゼルダの伝説などおなじみのシリーズからはもちろん、さまざまなゲームから総勢74体のファイターが参戦。ファイターによって異なる個性や技を駆使して大乱闘を戦い抜く。いろんなゲームがモチーフになったステージも100種類以上。地形が変わったり、ゲストキャラクターが登場したり、驚きの展開が待ち受けるステージも。バトル中にはいろんなゲームでおなじみのアイテムが出現。いち早く手に入れて使いまくれ。さらにモンスターボールでポケモンたちを味方につけることもできる。ファイターを支援してくれるアシストフィギュアも多数登場。地形の変化、アイテム、ハプニングだって使えるものは何でも使って戦いを有利に。戦いが白熱すると現れるスマッシュボールをゲットすれば、超強力な最後の切り札を発動できる。狙うは一発逆転。大乱闘ではいろんなルールを設定可能。タイム制、ストック制、体力制などの基本ルールの変更はもちろん、ゲージを貯めることで弱めの切り札が発動できるようになるチャージ切り札や、乱闘中に戦いの舞台が変わるステージ変化など、ルールを変えれば一味違った対戦が楽しめる。各ファイターごとに決められたルートを勝ち進み、ボスと対決する立ち上がり乱闘。本気度を上げればより歯応えのある戦いが楽しめるほか、つながる壁画の先が見られる。何が描かれているのかプレイしてみてのお楽しみ。3体ずつまたは5体ずつファイターを選抜し、順番に対戦していく団体戦。最大32人で優勝を争うトーナメント。一度使われたファイターが次の対戦では使用できない状態で連戦する全員バトルなど、さまざまなモードやコレクションといったやり込み要素が盛りだくさん。スピリッツと呼ばれるいろんなゲームから集まったキャラクターたち、その力を借りたファイターと対戦。キャラクターの特徴や特性が反映されたさまざまなシチュエーションでバトルを繰り広げる。バトルに勝利すればスピリッツをゲット。手に入れたスピリッツをセットすることでファイターの能力はパワーアップ。登場するスピリッツはとんでもない数がおり、その数だけ戦いが変化。お題に合わせて集めたスピリッツをうまく組み合わせ対策することが戦いの鍵になる。スピリッツは戦いを重ねることでレベルアップし、ぐんぐん強くなる。中には最大まで育てることでその先の姿へ変化するスピリッツも。育てたスピリッツを持ち寄って友達と対戦することもできる。どんな属性やスキルで勝負するか、新たな駆け引きが生まれる。そして
全ての生物の体を奪った光の化身キーラに立ち向かうアドベンチャーモード灯火の星を収録。新たなる創生を狙うキーラに立ち向かうため広大な世界を駆け巡り、ファイターとスピリッツを解放して進め。インターネットに接続すればフレンドや見知らぬライバルと最大4人対戦。腕前が上がれば猛者が集まる VIP マッチに参戦可能。頂点を目指してしのぎを削るのも悪くないかも。フレンド同士での対戦では専用部屋を作れる。細かなルールを設定できることはもちろん、スピリッツありの対戦も。また1台の任天堂スイッチから2人でタッグを組み、2対2のタッグ戦を楽しむこともできる。全てがスマブラ史上最大規模、大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル。アミーボー、アミーボを任天堂スイッチにタッチするとフィギュアプレイヤー FP としてゲームに登場。 FP は自ら考えて戦うプレイヤー。戦えば戦うほど強くなる。さらにスピリッツの能力を引き継がせると FP の特徴が変化する。発売中のスマブラシリーズのアミーボは全て対応。新ファイターや復活ファイターのアミーボも続々登場。アミーボ